サラ・ウィネマッカ、1841年頃 -1891 年10月17日は、インディアン女性としては初めて、英語で著作権を取り出版したものとして知られている。結婚後の名前サラ・ウィネマッカ・ホープキンズで本を出したことでも知られている。その著書、パイユート族の中での暮らし、その間違いと主張は、パイユート族が探検家や開拓者に接してからの40年間に、 渡る、バイユート族に関する自伝的証言である。サラは二つの世界を生きたものだった。生まれた時、部族民は白人とほとんど接触したことがない状態だった。しかし、サラは成人してからの大半を白人社会で過ごした。二つの世界で過ごしたものによくあることだが、サラはどちらのつながりからも厳しく評価された可能性がある。 パンユート族の多くの者のは、アメリカ陸軍が部族民殺害の協力者として、サラを見ていた。現代の歴史家たちは、サラの著書を重要な一時資料と見ているが、多くの点で意図的に誤解を生ませるものでもある。それにもかかわらず、近年その現状改革主義についてはかなり、肯定的な注目を受けてきた。1993年には、ネバダ州著作家の伝道に列せられ、 2005年には彫刻家フリードリッヒビクトリー製作になるサラの彫像がアメリカ合衆国議会議児童の国立彫像ホールコレクションに加えられた。サラ・ウィネ・マッカは私はシェルフラワーである。シェルフラワーは私と同じくらい強くあるいは美しくなれると語った1883年頃にボストンで撮影されたサラ・ウィネ・マッカのポートレートサラは 現在のネバダ州西部、ハンボルトシンク近くのどこかで、パイユート族のウィネマッカ州長の娘として生まれた。サラは、その父が北部パイユート族すべての州長だったと主張したが、パイユート族には集権化した指導層がなく、その父が影響力があったとしても、小さな集団の指導者だった。サラの祖父、トリキゾあるいはトラッキーは、熱烈に白人に友好的であった。 そのことについて、パイユート語で、善という意味のトラッキーと呼ばれていたからだというものが、おれば、こんにちはを意味する、トロケと叫んだからその名前を得たというものもいた。ジョンシー・フレモントが1843年から1845年に、グレートベースンを越えてカリフォルニアまで測量と、地図作りの遠征を行った時に、トラッキーが案内人になった。後に、トラッキーは、 米国戦争で戦い、多くの白人と友達になった。サラは当初白人を恐れていたが祖父がカリフォルニアのサクラメント地域への旅に皿を連れて行き、後にネバダのカーソンシティのウィリアム・オームズビーの家庭に入れて、教育を受けさせた。サラは、間もなく英語の読み書きができることでは、ネバダのパイユート族の中で数少ない者たちの一人となった。ウィリアム・オームズビーは、後に、 ピラミッド湖戦争の最初の戦闘で殺された。この時オームズビーの率いた民兵隊がサラのいとこである沼賀の率いるパイユート族の部隊に全滅させられた。サラの著書ではサラの兄弟であるナチェズがオームズビーの死を装ってオームズビーを助けようとしたが失敗したことについて語っている。サラの父と兄はどちらもパイユート族の部隊について戦った。この戦争後、 サラの家族は、ユリシーズ・グラント大統領が発布した一連の執行命令によって、北部パイユート族とバンロック族の保留地に指定された、マルーア保留地に移動した。サラは、保留地内の学校で教師を務め、保留地を監視、監督するアメリカ内務省の出先機関、ビアのインディアン代理人、サミュエル・パリッシュのために通訳を務めた。パリッシュは、パイユート族のために大いに働き、 まとまりがありよく管理された農業計画を立てた。4年後、パリッシュはウィリアム・ラインハートと代理人を交代した。ラインハートは共有の農園で働いたパンユート族の農業労働者に給与が払えず、多くの部族指導者たちを阻害した。マルーア保留地の状態は、急速に耐え難いものに変わった。サラの著書では、 ビアのインディアン代理人がパイユート族に支給されるはずだった物資の多くを地元の白人に横流ししたことについて書いている。保留地の中の良い土地の多くも白人開拓者によって違法に奪われた。1878年、保留地にいた人々の実質的に全員がそこを離れた。保留地を出たバンノック族はオレゴン州やネバダ州北部で孤立していた。 白人開拓者への襲撃を始め、バンノック戦争を始めさせることになった。北部パイユート族からどれだけの者がバンノック族と共に戦ったかは、現在も不明である。サラはその著書の中で、その家族とその退屈かのパイユート族の家族は、戦争の間、バンノック族に人質として囚われていたと書いている。バンノック戦争の間、サラはアメリカ軍のために通訳として働いた。 また、アメリカ軍のために、石膏や伝令の任務も行ったと述べている。サラがそれらに関わった様子の記述はたびたび滑稽に描かれている。彼女の証言によれば、バンノック族もアメリカ軍兵士も互いに行為を抱いており、打ち合うことは滅多になかったとのことである。サラは貢献した主官たちから高く評価され、その著書の中には、主官たちの何人かからもらった手紙が入れられている。 サラはまた、それらの士官たちを尊敬しており、保留地の軍隊による管理を提唱した。バンノック戦争によって、サラの親しんでいた北部パイユート族の間で白人への不信感が高まり、パイユート族はワシントン準州内にあるヤカマインディアン保留地に強制移住させられ、そこで大きな待望生活を味わうことになった。サラは職業を持っていたので、 保留地に行く必要はなかったが、パイユート族と共に保留地に行って、通訳を務めた。そこで経験したことのために、サラはカリフォルニア州からネバダ州にまだがるインディアン部族の困窮について講演を始めた。1879年から1880年にかけての冬、サラとその父はワシントンを訪れ、アメリカ合衆国内務長官カール・シュルツから、 パイユート族が慈悲で、今の保留地から、マルーは保留地に戻る許可を得た。しかし、この約束は何年も実行されなかった。ヤカマのインディアン代理人ジェームズ・ウェイチ・ウィルバーが1881年に、インディアン問題コミッショナーに当てた、報告書には次のように記されていた。パイユート族が共に過ごさなければならなかった人々の、気質を知り、2年前の戦争の残酷さを今でも、 受け止めているので、また全く何も持たない。パンユート族はその通り道で略奪によってしか生きていけないであろうから、私は彼らの出発許可を拒んだ。そして間もなく事態を正しく伝えられた。内務長官閣下は許可を取り消したが、彼らの高級的保留地については何も結論が出ていない。このことはパンユート族にとって大きな失望であり、彼らを待遇するために、 最大の注意と世話が必要であった。レポート・オブ・ヤカマ・エージェント、ジェームズ・ェイチ・ウィルバー・アニュアル、レポート・オブ・ザ・コミッショナー・オブ・インディアン・アフェアーズ・フォーザ、イヤー1881、P174&175。サラは、カリフォルニア州サンフランシスコで講演している時に、ビアの職員ルイス・ H イチ・ホープキンズと出会って結婚した。1883年、彼らは東部に行って、 サラが300回近い講演を行った。ボストンでは、エリザベス・ピーボディア教育者、ホーレスマンの妻である、メアリー・ピーボディマンの姉妹が、サラの講演活動を助けるようになった。メアリーは、サラの講演原稿を、パンユート族の中での暮らしの中にまとめることを援助し、この本は1883年に出版された。サラの夫は、アメリカ合衆国議会図書館でサラの本のための、 材料を集めることを支援した。しかし夫は結核にかかり、またギャンブル依存症でもあったので、サラの努力にもかかわらず夫妻は財政的にほ、サラはネバダに戻った後でインディアンの子供たちのための学校を作り、インディアン生活様式と言語能力を改善させた。この学校は1887年の同時法で、インディアンの子供たちは英語を強制されるインディアン。 寄宿学校で教育を受けることが強制されたので短期間運営されただけだった。メアリー・ピー・ボディマンの遺産や努力でその学校は工業訓練センターに転換されたが、サラの資金は夫が1887年に死ぬまでに使い果たされ、サラの余生4年間は公的活動から引退したままだった。サラはアイダホ州のヘンリー・ズ・レークにある姉妹の家で結核のために死んだ。 2005年、ネバダ州は、ワシントン DC アメリカ合衆国議会議事堂の国立貯像ホールコレクションに、皿の聖堂像を寄贈した。ありがとうございます。